おはようございます。薬剤です。さて、本日のお話は、恐れの渦中にあるものというお話です。いいかい、怖かったら怖いほど、逆にそこに飛び込むんだ。岡本太郎さんの言葉です。自分を成長させたいと思っても、なかなか成長することができない。少しずつ成長しているんだろうけど、あまり実感ができない。継続が大事なのは分かっているけど、そんな風に思っていませんか？レベルを一つ上げるには、今までやらなかったことをやる必要があります。できることを継続していくことでも、いつかはレベルアップできますが、かなり時間がかかります。もちろん、継続はするべきだし、それはそれで、とても大切なことです。しかし、それだけでは、やはり成長を実感するのは難しい。成長したいと思うなら、日々の継続にプラスして、無謀すぎるのは良くないですが、少し無理しないと達成できないことにチャレンジしてみてください。今のままでは難しいけど、全部出し切って限界を超えれば、できること。出し切るというのが、とても大切です。なぜなら、出し切らなければ、それ以上が出てこないからです。出し惜しみをしている場合ではないのです。しかし、そうすると当然、恐れや不安が出てきます。現実を突きつけられたり、出し切ったのに叶わなかったり、そこで傷つき、心を谷底に突き落とされる。でも、勝負はそこからでもあるのです。負けても、その現実を体感したことは、財産になります。ゲームで、とても叶いそうにない敵と戦って、完膚なきまでにやられたとしても、相手がどれぐらい強いのか、どんな攻撃をしてくるのか、それを知ることができたということは、とても大きな経験になる。そこで思うのです。今までのままではダメ。じゃあどうしようと。どうすれば勝てるか、どうすれば達成できるか、それを考え、行動に変換することで、どんどんレベルアップすることができます。不安や恐れは、表面上は恐ろしいものです。でも、歯を食いしばって、そこに踏み込むと、その中にはお宝がある。不安や恐れは、背を向けるものではなく、飛び込むべきものなのです。では、今日も素敵な一日を。